感染。感染、感染は、慢性の皮膚角化疾患である。伝染性感染症ではない。治療は、ステロイド外用薬や、ビタミン D3 外用薬、ナローバンド UVB 療法などで治療不十分で、あれば、免疫抑制剤のシクロスポリニや、使用承認のある施設では、生物学的製剤が用いられる。感染患者では、 心臓管動脈の動脈硬化プラークの断面積比率が高いとの報告がある。典型的には赤い発疹とその上に白色の隣接、隣接、皮膚上皮の角質細胞が剥がれ落ちたもので、皮屑とも呼ばれるを伴う発疹が出現する。病変部は周りの皮膚より少し盛り上がった状態へ移行し、大きな硬色局面、局面、発疹によって、 一様な広がりを持った病変のことを形成する。これを俗にハム様皮疹と形容されることがある。頭皮、膝、肘など外部からの刺激が強い部分にできやすいが、眼球と後身以外ならば全身どこにでも発疹が出現する。爪の表面に発症した場合は変形して、凹凸や先行、荒れになり、爪切りすら容易ではない状態になることもある。これは、爪感染とも呼ばれる。 強い発疹の割には他の皮膚疾患に比べてかゆみが少ない場合もあれば一方で強いかゆみを伴う場合もある症状の度合いや病変部位使用する薬剤の刺激などによって非常に多様性のある体を形成する伝染することはなく命に関わることも全くない病気であるしかし一般への認知度がまだ低いことに加え感染 という五感から伝染病であるとの誤解や症状が皮膚へ目に見える形で現れることなどを理由に差別やいじめの原因となることがあり精神的に不安を抱えている人が多いのが実情であるこうした風潮に対して特に伝染しないことを理解してもらうなどの啓発活動が行われている人種による差があり白色人種に多い遺伝的要素や 食生活など様々な要因が考えられている。日本では太平洋戦争後に増加した病気であり、現在の日本人の頻度は約0.1%である。日本では比較的認知度の低い病気となっている。男女比では主に男性がやや多いとされ、30から40代での発症が多いとされているが、女性では10代と50から60代の二方性の 発症が多いとも言われている。その一方で、乳幼児のおむつ部から発生する例も見受けられる。皮膚の表皮を作るスピードが通常の10倍速を上回り、正常皮膚の細胞周期は約457時間、対して病変位は37.5時間と以下、癌細胞の増殖を超える速度、神秘の血管が肥大しつつ、組織を炎症しながらターンオーバー。 表皮が角化し、剥離して入れ替わる周期が通常なら4週間のところ3から4日で完了する。どんどん表皮が増殖し、角化が更新している状態によって、白いかさぶた状の皮疹を多く生じる。病態形成に T 細胞性自己免疫系が関与する可能性が示唆されている。白色人種系に多く、ゲノムワイドンサ解析では、HLA クラス、愛禁防のほか。 6番染色体上のセルス1や17番染色体上のセルス2をはじめとする複数の遺伝子座が候補遺伝子領域として報告ある。近年、感染は関節リウマチ、クローン病と並ぶ代表的な TH17 細胞性慢性疾患と考えられるようになり、治療上も抗体へ向かい、アルファモノクローナル抗体のアダリムマブとインフリキシマブ、 コーヒトイル -12、23P40、モノクローナル抗体の薄テキヌマブ、コーイル -17A 抗体のセクキヌマブ、コーイル -17A 受容体 A 抗体のブロダルマブなどが効果を上げている。また、内外のストレス、気候の変化、高脂肪摂取などの生活環境で増悪する事例も多い。そのため、もとの体質的な素因に精神的、 肉体的なストレスや紫外線不足、西洋系の食生活などが関係して発病している可能性も考えられ、研究されているが、原因はまだ明確には解明されていない。関節炎を発症するのは、感染の患者の1から20%程度とされ、近年増加傾向である。尋常性感染の諸症状に加え、全身の関節に炎症、こわばり、変形などが起こり、 痛む。指のリップ関節、第一関節に起きる点が、関節リウマチとの相違点である。関節症状と寄進症状は必ずしも連動しない。代表的な部位は、膝関節、指関節、手首、足首など、あばら骨と胸骨の間の関節、鎖骨とあラら骨の間の関節、肩関節、仙腸関節、脊椎などに炎症が起こることもある。 安静時に痛み、帯動時に改善する。また、関節炎に伴い全身の発熱が見られることもある。また、指炎、腱付着部炎を呈することもある。アキレス腱付着部が後発部位である。全身のかゆみとともに関節に痛みがあるため、睡眠が妨げられる、風呂、トイレなどに不自由する、筆記具や箸を持てなくなる、着替えに介助が必要になるなど、 日常生活に支障をきたし、生活の質の低下が見られる。急激な発熱を伴い全身の皮膚が塩化し、無菌性脳法が多発する、稀な疾患で、皮膚症状は手のひら足裏脳法症と似ているため、手のひら足裏脳法症との間別診断が必要。発熱などの全身症状が強いため、入院過量が必要。シクロスポリンビタミン A の内服などが必要となる。 重症例では、ステロイドパルスなど短期大量ステイロイド投与を行うこともある。尋常性感染を発症している状態で、脳胞性感染を発症すると、尋常性感染の部分以外には全て無菌性の脳胞が出るが、尋常性感染の部分には症状が出ない例がある。薬剤性の皮疹である場合は、原因となっている薬剤の投与を中止する。 特定疾患治療研究事業対象の疾患である。歌詞全体に症状が出ると、足に体重がかかる際に強く痛むため歩行が困難になり、車椅子が必要になることもある。この痛みに対しては、鎮痛症炎剤を使用しても、あまり効用がない。また、治癒していく過程で強いかゆみがある。皮心は感染に類似するが、その一つ一つが小さい。 扁桃炎などの専具症状後に発症することが多く、尋常性感染に比べ若年者の発症頻度が高い。治療では、一般的な感染の治療とともに、抗生剤の内服が行われることもある。一般的には、副腎皮質ステロイド外用剤や、ビタミン D3 誘導体外用剤、オキサロール群、ドボネックス軟膏、ボンアルファハイローションなどなどが有効であるため、 初心時はこれらの薬が処方されることが多い。ビタミン D3 外用薬では、高カルシウム血症を起こし、急性腎不全を併発する副作用が報告されている。保湿剤自体に炎症を抑える効果は乏しいが、皮膚の乾燥を防止するために併用されることが多い。なお、治療への反応は個人差があるため、一つ一つ試し長い使用期間を要することもある。 同じ病気の同じ患者であるケースでも、例えば頭皮、爪などに限局する症例や薬剤抵抗性の症例など、発症部位や経過によって症状が異なるため、自分に合った治療を見つける。かつては、ゲッケルマン療法といって、全身にコールタールを外用して、日光浴を行う治療を行う時代もあった。その後、接触性皮膚炎、被れやコールタールによる、 発言の危険性の指がなされたため、モクタールやイクタモールなどのタール剤は日本では製造中止になっている。現在はコールタール由来であっても、より安全な成分に調合した軟膏やシャンプーが、欧米は普及している。薬剤は用いずに UVB、紫外線 B 波を照射するブロードバンド UVB。 ナローバンド UVB など、幹部のみに照射可能なターゲット型紫外線治療器が登場し、安全性と効果の高さから注目されいる。主なターゲット型紫外線治療器には、ベトラク、セラビーム、エキシマライトなどがある。それ以前から、アルプーバ両方では、という薬を内服後に UVA、紫外線 A 波を照射する。従来は全身に紫外線を照射する。 治療器が主流だった。外用療法が走行しない場合や、関節炎を合併した場合は、内服による治療が行われる。主な薬剤として、レチノイド、ビタミン A 誘導体や、免疫抑制剤、シクロスポリンなどの内服量の保険適用により、治療の選択肢が増え、患者の QOL は向上している。なおステイロイド系抗炎症薬、副人皮質ステイロイド製剤は、 人情性感染においては、脳表性感染を誘発することがあるで長期間の使用は推奨されない。生物学的製剤は、中等症から重症までの感染の中心的な治療薬となりつつあり、それまでの治療よりも有効性が高く臓器障害が少ないということが理由として挙げられる。感染に対する生物学的製剤として、1TNFα、ルマイナス12、 23P40、イル -17A、イル -17 受容体 A、イル -23P19 に対するモノクローナル抗体製剤が認可されている。日本では生物学的製剤承認施設において利用できる。認可当初は大学病院など一部の工事医療機関でしか治療を受けられなかった。2010年1月、日本において 抗 TN 回 α 抗体であるインフリキシマブ、レミケードとアダリムマブ、ヒュミラが感染の保険適用に追加されたのを皮切りに以下の薬剤が認可されている。感染では TN 回 α による刺激によって皮膚のターンオーバーが更新しており TNFα を標的としてを阻害することで症状を鎮静化させる。薄的のマブではサイトカインのイル12、インターロイキン12と ビル 23, インターロイキン23の働きを弱めることで症状を改善する。他の治療で十分に治療できない場合に考慮され、費用は年間約2 0 0万円近く、高額療養の制度が適用されることは多い。生物学的製剤の使い分けは一般的に症例の1、病形2、通院頻度3、治療効果4、 心血関係のリスクの有無。5. 経済性。6. 体重。7. 年齢。などの事項について、個々の特性を理解し薬剤を選択する。また感染症への抵抗を力なくなる副作用が生じることがあり、感染症に注意し、感染症を発症した際には、その治療が優先される。扁桃腺の摘出により、症状が緩和されるとの報告があるが、 有意差はないとする報告もある。また、人工透析が症状緩和に対し有効であるとする研究もあるが、有効ではないとする研究もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。